ハローでーす。ということで本日はシュプリームとスーシーでゲームシャツをね、購入したんですけど、まあ、おそらく2つともね、人気だと思うんで、まあ、実際のデザインとかサイズ感とか、いろいろ比較しながら、紹介していこうかなと思います。はい、ということで今回シュプリームで購入したのが、ジャガードサッカーシャツのブラックのカラーを購入しました。いや、やっぱりね、実物これめちゃくちゃかっこいいわ。で、今回のこのシュプリームのサッカーシャツはね、結構デザインが特殊で、ジャガード生地っていうね、生地を使ってるんですよ。で、ジャガード生地って何なのかっていうと、自分もちょっとね、さっき調べたんですけど、横糸と縦糸を使って交互に段差を作ってデザインを作るのがジャガードっていうらしい。なんでカラーはブラックなんですけど、ジャガード編みによってこれデザインがちょっとね、浮き出てるデザインなんですよ。で、まず表のデザインとしてはですね、胸元にチームのワッペンが縫われてるんですけど、チームロゴはなんか王冠っぽいデザインで、その上になんか30 years of dedication って書いてあるんですけど、まあ意味としては30年間身を捧げてきましたみたいな感じの意味です。で、王冠のロゴの下には World of Famous っていうね、シュプリームのスローガンが書いてあります。で、ワッペンの下にはね、ど真ん中にシュプリームっていうロゴがデザインされてるんですけど、まあ、いつもとちょっとね、フォントのデザインが違ってて、このシュプリームのフォント結構かっこいいデザインですよね。ど真ん中にデザインされてるんですけど、フォントが結構かわいいからなんかそんないやらしい感じしないですよね。で、このシュプリームのロゴに関してはプリントでデザインされてます。で、今回このジャガード編みされてるデザインがね、今回の主役っていうか、一番かっこいい部分なんですけど、これシュプリームの架空のサッカースタジアムがね、大きくデザインされてます。で、スタジアムのデザインは、まあ、サッカーコートにね、大きくシュプリームってデザインされていて、まあ、客席とかにもね、シュプリームってデザインがされてます。で、上の方もね、しっかりサッカースタジアムの天井がデザインされてるんで、作りがね、めちゃくちゃしっかりしてる。で、あとローマ数字で1994年と2023っていう数字があって、まあ、今年がシュプリーム30周年記念なんで、まあ、こういう細かいところにもね、30周年記念のデザインが入ってます。で、このローマ数字に関しては後ろの首元にもね、1994年から2023の数字が記載されていて、で、これは刺繍でデザインされてます。で、その下の方には1994年から2023年まで、これはシュプリームの30周年の歴史をね、ちょっとこの架空のサッカーチームが取ったタイトルで表現したデザインになってますね。こんな感じで94年から始まってて、まあ、取ったタイトルにはね、こういうトロフィーがデザインされてて、まあ、2023年までデザインされてるっていう感じです。で、後ろのデザインはこれ全部プリントでできてるんで、ちょっと洗濯とかは、まあ、気をつけた方がいいかなっていう感じですね。で、今回ラグラン仕様で肩のとこに縫い目がないんで、結構ジャスト目で着てもそんなに窮屈感はないかなと思います。で、生地全体はメッシュじゃないんですけど、一応ね、脇の下あたりがメッシュになってます。今回3色展開でブラック、ブルー、オレンジって発売されたんですけど、まあ、一番このサッカースタジアムがね、はっきりデザインされてるのがこのブラックになりますね。ちなみにこのサッカーシャツオンラインで購入できなくて、プレネで買いました。まあ、プレネって言ってもね、プラス2000円ぐらいで購入したんで、まあ、店舗行って購入したらね、まあ、交通費とか、まあ、時間とかもね、結構かかるんで、まあ、2000円だったらもう普通にもうほぼ定価。ただね、これ今回 S サイズ購入したんですけど、間違えて L 送ってきたんですよ。いや、さすがにちょっとありえないって。これ出品者に、まあ、間違えてますよって送ったら、じゃあちょっと S サイズ送り直すんで返送してくださいって言われたんですよ。いや、無理でしょ。いや、これはさすがにね、ちょっと信用できない。これね、自分が購入してからプレネもちょっと上がってて、で、昔トラビスのダンクプレネでなんか勢いで買ったんですよ。そしたら数時間後にプレネ上がって、ちょっとやっぱりサイズ間違えて用意できませんでしたっていうことで購入キャンセルされて、そうだから、まあ、そういうのされるリスクもあるから、もう L サイズでいいですよっていうことで、まあ、取引を終わらせたんですよ。だから今 L サイズ持ってるんですよ。あんまり二次流通でね、シュプリームとか買わないんで、結構久々に買ったんですけど、まあ、スニーカーとかでもさ、そういうのあるっすよね。ちょっとトラブルとかでさ、もう一気に泣いちゃって、まあ、だったらもういいやみたいな。はい、続いて2つ目はですね、こちらスーシーで買ってきたゲームシャツになります。はい、ということで今回スーシーで購入してきたのがチーム80っていうね、アメフト系のゲームシャツになります。いや、このゲームシャツね、結構インスタとか TikTok で海外のイケてる人がね、結構着用してるんですよ。で、このスーシーのゲームシャツってなんか今年発売したやつだと思ってなくて、
まあ、何年か前のやつ着てるのかなと思ったら、まさかの今年出たやつなんですよね。で最近ね、あのホワイトニングとか行くようになって、ちょっと街に行く機会が増えたんですよ。でホワイトニング行くまでにちょっと時間あるからステューシー行ってみようと思って行ったら、まさかこれが再販してて、で3色展開なんですけど3色とも残ってて、まあ、ブラックに関してはちょっと今年パレスのゲームシャツブラック買ったんで、まあ、買うんだったらこのネイビーかホワイトかなっていう、このネイビーの方がね配色的に好きだったんでこっち購入しました。これも展示品ラスト一着でした。本当はね、店舗入った時に自分が欲しかったデニムショーツのカラーがこれもリストックしてて、ちょっとこっちサイズあったら欲しいなと思ったんですけど、サイズがねちょっと小さいのしかなくて、で帰ろうかなと思ったらたまたまこれが目に入って衝動買いしちゃいました。フロント部分にはね大きく80って書いてあるんですけど、これ確かステューシーができたのが1980年なんで、まあ、多分その80の数字かなと思います。全体的にメッシュなんですけど、メッシュの網目がね結構大きめで、まあ、中のインナーのシャツの色とか透けて見える感じですね。で後ろにはこちらステューシーって書いてるんですけど、デザイン的にはね結構シンプルなデザインなんで、そこまでなんかねフットボールしてないですね。はい、ということでこちら2つともねちょっと着てみたいなと思います。はい、ということでまずはこちらシュプリームのサッカーシャツ着てみるとこんな感じです。あの元々は S サイズが欲しかったので、 L サイズだとやっぱちょっとね着た感じサイズが大きいですね。あの別に悪くはないんですけど、ちょっと自分が着たかったイメージとは違うかなって感じで、この真ん中のサッカースタジアムのデザインに関しては実際着た時もね結構デザイン見える感じで、やっぱここがかっこいいっすね。結構しっかり見えてますよね。まあ、夏はやっぱりゲームシャツってね通気性もいいし軽いからもう本当に着やすい。ただ着てみてねちょっと気になったのが、この首元がちょっとかゆいんですよ。これは首元の裏地に当て布みたいなのがない部分があって、そこがちょっとかゆいんですよ。かゆいっていうかなんかチクチクする感じ。結構なんかデザイン的には額縁とかに入れてインテリアとして飾ってもね結構映えそうなデザインではありますね。まあ今の気分的にはねこういうブラック系で合わせたいかなって感じですね。であとサイズとしてはまあ好みだと思うんですけど、やっぱりジャストサイズぐらいで、で下のパンツはちょっとね太めのバギーパンツとかで合わせる方が、まあ、全体的なバランスは結構いいのかなと思います。はい、で続いてこちらステューシーのゲームシャツ着てみるとこんな感じです。これはねシルエットがボックスシルエットで着丈が短めなので、スタイルも結構全体的によく見えるし、メッシュ使ってるからもうかなり涼しくて快適ですね。でデザインもね結構シンプルなデザインなんで、まあ、シュプリームのサッカーシャツと比べると、まあ、こっちの方が合わせやすいかなと思います。まあ、ゲームシャツでもねここまで網目の大きいメッシュ生地ってそんなにないんで、これだとインナーに白 T 着て白を透かす感じでも着れるし、あとはこの黄色をね他のアイテムで拾って色合わせしたりとか、まあ、このゲームシャツ一つでもコーディネートの幅が結構広がりそうですね。ただこの黄色をねどうやって拾うかが結構難しいかな。あのナイキのミシガンのダンクとかだとちょっと黄色が入りすぎて色をねちょっと拾いすぎな気もするし、まあ、さりげなく黄色を入れるのがちょっと難しいですね。この数字の80もさ丸い普通の80じゃなくて外側がちょっとねカクついてるんですよ。この感じもめちゃくちゃいい。普通の80だともうちょっとなんかスポーティーな感じになると思うんですよ。だからこういう細かいとこもね結構好きですね。はい、変わったでしょうか。皆さんは今回紹介したこのステューシーとシュプリームのゲームシャツどっちがかっこいいと思いますかね。まあ、個人的にはね両方かっこいいと思いますね。こっちにもまあ良さがあるかなって感じ。ただシュプリームのゲームシャツに関してはまあ正直ねこのバックプリントはない方が、まあ、着やすいかなとは思うんですけど、まあ、ただ30周年記念っていうゲームシャツでもあるんで、まあ、そういった意味ではね結構まあ大事なデザインでもあるんですよね。ちなみにこのシュプリームのゲームシャツが発売した日にねパレスもゲームシャツサッカーのゲームシャツ発売されて、あっちもねすごいかっこよくて、今回のパレスはね確か2006年8年ぐらいかなのレアルマドリードの確かサンプリングのユニフォームなんですけど、めちゃくちゃ強かった時のレアルのユニフォームなんですけど、まあ、でも俺そんなにねレアル好きじゃないんですよ。まあ、普通にかっこいいしね定価だったら欲しかったけど、で今回紹介したシュプリームのサッカーシャツは結構ねプレネも今上がってきて今3万前後ぐらいかな。おそらくねもともと数そんな多くないんで、多分金額はねもうブラックに関しては下がんないと思うんで、買うんだったら今買うか、もう諦めるか、もう中古待つか、
まあ、逆にブルーとかね、オレンジはもうほぼ定価付近で、逆に定価割れとかね、してる場合もあるんで、それ2色ともね、かっこいいと思いますけどね。で、逆に今回紹介したこのストゥーシーのゲームシャツは、これね、ネットにほぼ出回ってないですね。これ紹介する前にメルカリとかラクマとかちょっと見てみたんですけど、今ね、多分一つも出品されてなかった。だから欲しい人はね、もう店舗行ってみても在庫あれば、まあ、買えるかなって感じ。で、自分的にこういうゲームシャツ着るときは、まあ、小物が一番大事だと思いますね。まあ、こういうキャップとか、ビーニー被ったりとか、まあ、あとはネックレスとか、アクセサリーね、つけた方が、バランスは取れるかなと思います。やっぱりこういうゲームシャツってね、結構スポーティーなアイテムなんで、まあ、アクセサリーとかね、つけないと、もう本当に試合行く人みたいに、ちょっと見えちゃうから、まあ、あとはスニーカーじゃなくて、革靴でちょっと外すとか。はい、まあ、そんな感じで今回の動画は以上となります。よければチャンネル登録と、高評価もよろしくお願いします。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。